ソグディアナ攻防戦とは、紀元前327年に、アレクサンドロス3世のペルシャ遠征中に、バクトリアの北部のソグディアナにある要塞で行われた、戦いである。バクトリアのオクシュアルテスは、難攻不落と考えられ、長期の包囲にも備えた要塞に妻と娘たちを、逃した。この娘の一人がロクサネである。アレクサンドロスが、守備隊に降伏を提案したが、 彼らは拒否した。この時、守備隊はこの要塞を陥落させるには翼を持った兵士が必要だとアレクサンドロスに告げた。アレクサンドロスは要塞の絶壁を登ることができたら報酬を出すことを約束して志願兵を募集した。過去の包囲戦で崖登りの経験を持っていた兵士は300名ほどいた。テントの杭と強い山の縄を使うことで彼らは夜間に絶壁を登り、 崖登り中に30名を失った。アレクサンドロスの命令に従い、崖を登ることに成功した兵士たちは、外貨の兵士たちに、理念の布切れで信号を送り、アレクサンドロスはもし敵が崖上の兵士を見上げたなら、翼を持った兵士を見つけたと理解させるために、敵の守備隊に死者を送った。崖上の兵士が、敵の100分の1に満たない兵力で勝つ、 アレクサンドロスの主軍が崖を登る方法がなかったとしても、敵の守備隊はとても驚き、たとえ彼らの士気はくじかれ降伏した。守備隊はこの岩を難攻不落の要塞だと考えたが、アレクサンドロスの大胆な攻撃によってそれが幻想だと思い知らされた。敵の速やかな降伏は、アレクサンドロスの戦争心理に対する洞察によってもたらされたものであった。アレクサンドロスは、 ロクサネに一目惚れした。ロクサネを見たマケドニア人たちはロクサネをダレエオスの妻を除いて最も美しい女性とみなした。アレクサンドロスはソグリアナ岩からパルセタケネへと進軍した。バルセタケネは南高不落の岩の要塞として知られるチョリエネスの岩を含むと想像された。しかしアレクサンドロスの敵ではなくすぐに陥落させることができた。 アレクサンドロスはさらにバルフへと向かった。パルセタケネとの講和を終わらせるためにクラテロスに師団を立いらせた。一方アレクサンドロスはパルフに残ったままヒンドゥクシュ山脈を登りインドへと遠征するための準備を進めていた。アレクサンドロスはパルフにいる間にロクサネと結婚した。この方位については多くの歴史家が記述しているが、 キリシャ人歴史家のアリアノスが記述したアレクサンドロス統制記歴史を元にしている。しかし、PJ ロードスは以下のように指摘している。328年と327年の初めについての説明が欠けているため別の伝承に従った方が良い。もう一つの伝承は328年の夏にアリマゼイワとシシミスレイワに対して行った戦略を ソグティアナとチョリエネスの岩でも同様に行ったというものである。ありがとうございます。